梶山経済産業大臣は緊急事態宣言に伴い営業時間の短縮要請に応じた飲食店の取引先などに対して一時金を支給すると明らかにしました本年1月または2月の売上高が対前年比50%以上減少した中堅中小事業者に対して法人40万円 個人事業者20万円を上限に一時金を支給をいたします宣言が発令されている首都圏1都3県の飲食店の取引先や外出自粛の影響を受けた事業者に対して最大で中堅・中小企業に40万円個人事業主に20万円をそれぞれ支払うということです給付は3月以降になる見通しです また菅総理が緊急事態宣言の対象地域に追加する方針を示した大阪府などについても追加されるのであれば柔軟に対応すると述べました。